はい、どうもかげです。外国人だけで日本一になる、外国人だけで日本一に導くかな、なんかそこら辺そんな感じの名前にしようと思います。ペナントやっていきたいと思います。前回1年目は8位で最下位で終わったんですけど、次2年目ね、1個でも順位上げて上げれるように頑張っていきたいと思います。そのためにちょっと外人をね、発掘してたのでちょっと取っていこうか。ヘンリー・ワーグナー、一人ずつ見てよ。バトン、タイラー、タッタットン、アハル、ダットン、タイラー、この中で一番防御率いいのはタイラーか。タイラーは結構いい気がすんの。144kg CC BC。 よし、じゃあタイラー取ろうか。タイラー取ります。ガンガン外人取っていかれたね。タイラどう？タイラ能力は？あー、クイックエフランチョー。クイックエフは別にいいんだけど、ランチョーがね。誰を？ヘルメンを変えて、オーレンドルフを中継ぎにしようか。オーレンドルフにリード上やってもらおう。メンデスが守護神で、タイラーは調子次第で。ブキャナンが勝利投手か。ウィーランドも勝利投手だね。スタミナないからね。よし、こんな感じで開幕戦いこうか。誰に任せる開幕戦は。コンティが絶好調だ。コンティをちょっと使おうか。DH で使ってみよう、コンティを。アーデンをね、ちょっと育成したいと思います。キャッチャーとして24歳でね、この能力はそこそこいいんじゃない？大卒2年目と考えたらいいキャッチャーになれると思います。青のユニフォームしてもらおう。よし、じゃあ試合やってくい。いよいよプロ野球ペナントレース、パシフィックリーグの開幕です。いいね、ソフトバンクよりもかっこいいな、これ。あ、涌井だ、開幕投手。開幕投手涌井。ソフトバンクの開幕投手涌井ってすごいな。おお、外人ばっかだ。4番コルトレーン。あー、炎上してる、ウィーランドが。あー、負けました。得点力不足なのかな。いや、どっちも不足か。どっちも不足だね。やっぱり一人ホームランをバーンって打つような選手ね、取りたいね。今年はちょっとピッチャー中心に取っていこうと思うんで、ピッチャーを取っていきたいと思います。今年はタイラーが入団。リストから外していこうか。タイラーさん活躍したらこの人らももうちょっと入れようかなと思うんで、ちょっと一回とりあえず飛ばそうかな。いや、飛ばすぎか、これは。ここら辺まで飛ばします。はい、交流戦まで飛ばしましたね。なんと順位は7位です。8位じゃありません、7位です。じゃあちょっと外人の前に成績を見ていこうか。まずグーリンが怪我してます。ピッチャーウィーランド6点台か。あー、微妙だね。変えようか。8点、チェンが8点台ダメです。誰に投げさせればいいんだ。オーレンドルフを先発にしよう。そしてロンドンさんを入れよう。タイラーさんはでも結構やっぱりいいんだね。いい成績を残してますね。ランチョウ持ってるけどね、タイラーさん。で、ギルベットさんが結構いいね。メンデスもすごい。で、ダッシャードは、1番ファーストキャンベルっていう。そんなオーダー組んでる。あ、ギャレットさんが上がってきたんで、ちょっとギャレット入れるか。サード？キャンベル。クレネル。ギャレット、グーリンが怪我してるからね。ちょっといないんで、フェルナンドさんを入れますか。センター。
ペーニャサード守れたよね、確か。ショートがでも一番前のか。クルーズはサードが一番前のか。クルーズサードにして、ペーニャをショートにして、キャンベルを DH？ キャンベル DH もったいない気すんな。キャンベルファーストにして、ギャレット DH にしようか。お、アーデン結構打ってるね。3番ギャレット。フェルランド5番に置く？アーデンを7番に持ってこう。コルトレーンがもちろん打ってくれたらいいんだけどね。フェルランド5番に置いてみよう。グーリンが怪我から回復したらね、また活躍してもらいましょう。よしよし、じゃあ外人を取ろうか。こっからが新しいの。バッカス、アディ、サンド、ハーディング、ハーバー。サンドいいね。サンドか、アハル。33歳。じゃあ、アハル取ろうかな。いや、サンドの方が良さそうだな。年俸1億。33歳か。あと28歳、28歳の方がいい気がする。よし、じゃあこれは終わろう。次、ピッチャーで、指定なし。次は何にしようかな。スタミナあるやつ、一人ちょっと取ろうか。ピッチャー。アハルさん。おぉ、カットボールお化けだ。藤浪みたいな感じか。球の遅い藤浪じゃん。それダメじゃん。球の遅い藤浪ってダメじゃん。ダメじゃないか、それは。中継ぎはでもそこそこ安定してんだね、うちは。先発か、やっぱり。ハルさんが頑張ってくれたらね、カットボールお化けだけどね、すごいカットボールを持ってる。タイラーさんは、球速上げよう。アハルさんは、カーブをちょっと鍛えようね。カットボールはすごいけどね。よし、じゃあこれで、交流戦終了まで飛ばしてみようか。交流戦何なんだろうね。オールスター開幕。そこまで行き過ぎだね。交流戦終了までだね。はい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 。来ました。交流戦終了で最下位です。8位です。でも去年よりは接戦になってるんでね。やっぱり強くなってるんではあると思うな。ちょっとは強くなってるんだと思いますね。ヘルメンが絶好、ノリノリ組んだ。でもうち中継ぎ安定したんだよね。あ、アハルいいね。タイラー、アハルがいいね。やっぱ変化球ピッチャーがやっぱいいのかな。やっぱり変化球ピッチャーがいいのかもしれない。で、今の外人は、スタミナがある選手か。おー、ヘイグウェル。このピッチャー結構いいんじゃない。ちょっと取ろう、ヘイグウェル。依頼やめて、次もやっぱり、決め球があるがいいのか。次変化球多彩にしてみよう。外人を取れまくってるよ。ヘイグウェル。一発好きか。ちょっと気になるね。オゴレンドルフ下げてヘイグウェル入れようか。金はあるのかな、俺。金残り何もなんだろう。これ金足りんのかな、残り。こんだけ外人取れまくってるけど。外人取れまくってるけど、金大丈夫なのかな。今年の補強はじゃあこれぐらいで終わりなのかな。6月18。まだでもまだまだ補強できるね。適当に飛ばして、また外人取ろうか。今年はピッチャーだけだね。ラスト、じゃあ1人取ろうか。あと1人。はい、7月31日まで飛ばしましたね。じゃあちょっと外人を見る前に成績を見ようか。ピッチャーはどんな感じですか。タイラー、ヘイグウェルダメだね。ヘイグウェルどうする。1回落ちる。1回ちょっとウィーランドさん行こうか。ヘイグウェル、チェンジアップもシュートもそこそこなんだけどね。150キロ投げるし、コントロールもまあ D だしね。そこそこなんだけどね。全部そこそこなんだけどね。
ファールさんがやっぱり結構カットボールを駆使してね、そしてうちの中月陣すごい、バルデスおじさんで、野手はどんな感じだろう。アクーリンを落としたままにしてるのか、フェルランドちょっと追ってきたね。ペーニャセンターで、グーリン DH、ギャレットファー35、19、ギャレット DH の方がいいか。キャンベル、こうか。2割4分。2割2分か、2割7分。長打あるしね、ここ2人は。もう15分打ってんのか。30本いけそうだね、コルトレーンさん。コルトレーンさん、劣化してるよ。コルトレーンさん、走力と肩が劣化してます。あ、でも守備だいぶ伸びてんな。次、走力伸びても伸ばそうかな。だいぶ伸びてきてるんで、クレネルさんが。次は走力を伸ばそうかな。走力もう伸びないのか。パワー上げるか。イーデンは？イーデンパワーか。弾道2位になったから、朝選球眼誰かにつけようかな。コルトレーンさん選球眼覚えようか。これで、行こうか。ちょいちょい見ながらやってみようかな。出番設定で誰か見てみようかな。チームに注目。チームがチャンスの時にちょっと一回見てみよう。あ、これ確かどこだ。ペナント設定か。ちゃう、試合設定だ。で、どっかオートにしないといけないんだよね。オプションか、これか。ここを操作全部オートにしないとね。オーペラにならないからね。自分で操作しちゃったら。よし、これで一回試合見てみよう。チャンスの時は見る。チャンスだけ見よう。うわ、ハンデンバーガーノリノリだ。チャンス作れるのかな。ノリノリのハンデンバーガー相手にチャンスは作れるのか、果たして。お、ブルースタジアムです。こんなチーム、こんな球場が日本にあるのかっていう。そして全員外人しかいないっていう、チームには。むしろ NLB のチームが日本に参戦したんじゃないか説があるよね。そういう説もあるね。NLB チームが日本に参戦した説。トリプル A ぐらいのチームがね。お、チャンスだ、いきなり。すごいな、初回からいきなりバンデハーからチャンスを作るっていう。打てるのか？もうピッチャー外人、バッター外人って、もうこれもほぼメジャーリーグだからね。メジャーリーグって外国のリーグだわ。お、超える。あー、本田か。惜しい惜しい。いいキャッチャー。だが負けないよ。だがうちは負けないよ。ここでコルトレーンさんです。コルトレーンさんホームランってもいいんだよ。ほんまに打った、すごい。コルトレーンさん、コルトレーンさんすごい。ホームラン打ってもいいんだよっつったらホームラン打った。これは惚れるわ。背番号0番謎の背番号0番コルトレーンさん。そしてベンチに外人しかいない。ベンチには外人しかいない。スライダーを完璧に打ったね。いいね、スーパーレイ。ファンも外人ばっかなのかな。そして全然チャンスない。お、またチャンスでコルトレーンさん。ホームラン打つ、コルトレーンさん。コルトレーンさん、もう一本ホームラン打たない？打たないか。ミート打ちか。三振と併殺です。あっき打ち持ってんだコルトレーンさん。お、いいね、いいね、当たってるよ。あー、ゲッツーだ。併殺持ちのコルトレーンさん、併殺になってしまった。案の定の併殺だ。コルトレーンさんもそれアウトコース低めのストレートをセカンドゴロ正面って、もうパターンじゃん。もうゲッツー取るパターンじゃん。
オッケー、来ましたチャンス。ここでターニングポイント、あ、またまたコルトレーンさん、コルトレーンさんチャンスでめちゃくちゃ回ってくるね。そしてヒット打つ。コルトレーンさん4安打今日。これはコルトレーンさんの日だね今日は。背番号0番コルトレーンさんが躍動しています。すべて打席でチャンスっていうね。いいねいいね。あ、東浜さんが今、東浜か東浜かどっちか読み方分からなかったから、お、ここでクレネルさん、おおおお、あー、ナイスキャッチ、気どころナイスキャッチだ、ね、今の今のナイスキャッチだ。うお、すごい、頭で頭を軸にして回った。首の骨大丈夫かな、首の骨大丈夫かな。それではちょっと心配なんですけど、気どころさんちゃんと病院行った方がいいよ、お父さんみたいな、お父さんみたいに。分かった分かった、これ見た試合を勝ってくれると嬉しいね。これ結構楽しいな、みんな。今までオーペラで飛ばしまくってたけど、やっぱみんなもちょっと結構楽しいな。ちょいちょい見ていこうかな、これから。こう見てる、見るのは楽しいんだけどね、見るとね、やっぱりリズムというか、その、なんだなんだ、何、なんか流れが悪い、流れが悪い、なんて言えばいいんだ。スピーディーにいかないからね。時間がかかるからね、ワンパターン、1シーズンで何パートも使っちゃうからね。そうなると100パートぐらいいってしまうかもしれないね。すぐ優勝できなかったら。もう一回でワンプレイで見よう、チャンス。次、ピンチやってみようかな。守備チャンスって何？次、ピンチで見てみよう。ブルースタジアム。すごいな、本当にブルースタジアム。本当に日本がここは、ほんまに。左のパルです。右の梶谷。あ、ピンチだ。デスパイネ。バルデス、バルデスおじさん、抑えよう。ゲッツーとのゲッツー。あー、打たれた。やっぱうち守備で微妙だな。守備ダメだな、うち。動きが悪いもんだって。もう。あー。デスパイネ打たれた。あー、ここで聞いた。あー、ちょ、ホームラン打たれそう。ホームランやめてね。オッケー、ゲッツ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 、あー、ゲッツ崩れて1点取ったか。またピンチ。パルデスさんもうスタミナないんじゃない。あー、打たれた。センターペイだっていうね。外野がいない、センターオコエがいなくなったから。おー、あー、ゲッツ取ろう、ゲッツ、アウトコース低めのストレートでゲッツ取ろう。頼むよバルデス、頼むで。3球に抜くチェンジアップ。怖い、鶴岡が怖いもん。鶴岡が出てるんだスタメンで。おい、ナイスピッチバルデス。いいね、スラーブ。おお、いいスラーブだ。スラーブいいね、結構もうスラーブガンガン使ってこう。いいよスラーブ。そして なんでこの1球種ばっか使うの。コンピューター1球種ばっか使うじゃん。さっき全部チェンジアップで、次全部スラーブっていう。なんでそのいろんな球種使ったらいいのにね。だから打たれるんですよ。キャッチャーのリードはどうなってるんですか。キャッチャー誰だっけ、うちのキャッチャー誰だっけ。アーデンさんだ、覚えとこう。アーデンさん、ちょっと変化球、1個の球種にちょっと絞りすぎじゃないですか。またいろんな球種使いましょう。なんでスラーブ、次、あ、今日はスラーブの。このバッターは全部スラブだね。あ、ツーシーム使った。さすがアーデンさん。アーデンさん、俺の声が聞こえたのかな？ベンチから。いろんな変化球を使えっていう指示を出したら、本当にいろんな変化球を打たれました。いろんな変化球を使ってくる、打たれてます。あー、バルデスが炎上してる。スリーベース打たれた。ダメだ、バルデス。これで打たれたら変えよう。3割2分5厘20本打ってる。いいよ、でもいろんな変化球使ってるからね。行こう行こう、バルデスさん頑張ろう。バルデス4回5失点だけど、あーコルトレーンさん取れない、ツーベース。あー、6点目
ピッチャーがよ、もうダメだ、もう見てられないです。上沢さん、もう打たれまくりだ。抑えてくれ上沢さん、抑えてくれ。防御率 2.65 男。ストライク追い込んでいます。打ちました。おい、ファール。全力ストレートで三振。あーど真ん中取れて、取れない。またスリーベース行くんじゃない。ボールは中継、ホークス。ちょっと、もう見てられない、もう見てられない、もう見てられないです。え、高速試合、もう見てられない、もうダメだ、もうダメだ、ボコボコだ。ごめん、俺が見たから。手番設定面白い。チャンスにしよう。次からチャンスだけ見よう。楽天戦も見たいな。楽天戦を見てみよう。あー、2連敗してます。お、楽天戦ちょっと見てみようか。出番プレイチャンスで見よう。チャンスで。所さんっていう人がいるんだ、向こう。どんな人、ルーキーかな。ちょっと調子悪いな、グーリンが。シリアゴ使ってみようか。ペーニャの代わりにフェルナンド使おうか。楽天コボスタジアム宮城。これもやっぱりすごいな。日本の球場っぽくないよね。外国の球場っぽいよね。やっぱりこれも、この球場も。三馬、3勝9敗。所さんって人が俺は気になるんだよね。お、いきなりチャンスだ。あ、茂木エーゴロだ。藤田、ペゲーロ、3番 DH ペゲーロ。ルーキーだ。大卒1、社会人1年目か。そして3割4分1に打ってる。すごい。肘差は5番か。なんだこいつ、3割4分1にってすごいな。ルーキーで。あ、でも、社卒だからね。社会、しかも26歳って結構まあまあ上いってるんじゃないの。長野が入った時とかと同じぐらい。長野28とかか。27とかだっけ。大卒だったら22でしょ。そっから4年間社会人にいたのか。ほうほうほう。ギャレットホームラン打って。投げた。インコース高め。外れてボール。ギャレットさん。さあ次の投球。オッケー。おお、帰ってこい。オッケー、ツーベースです。所さんやっぱ守備微妙だね。所さん守備ちょっと微妙じゃないですか。3割4分っていうのはいいけど、まあ、ルーキーで3割4分ってめちゃくちゃすごいけどね。いいよ、スライダーをレフトに。これレフト前ヒットかと思いきや、所さんの守備がちょっとお粗末で。4番シリアコ、序盤で起用したんだからやっぱ打ってもらわないとね。打った。4番抜擢してツーランホームラン打つっていう。監督にめちゃくちゃ応えてるな、このシリアコ。シリアコすげえ、俺の采配に応えてくれた。また使いたいね、シリアコ。こう打ってくれる選手は使いたくなるよね。自分がスタメンで起用した瞬間にホームラン打つっていう。いいね。またまたチャンス。キャンベル2番で固定してからのキャンベルは2割8分ってるし。そしてクルーズがまた塁出たのかな。投げた。おっと、帰ってこい。所さんなら帰ってくれる。所さん舐められてますよ。所さんの守備が下手くそっていうのはね、もう気づいてるからね。うちはシリアコ、ここでまたまた打つんだ、打つのか。シリアコは1割8分5厘の男がね、スタメン起用された瞬間に打つっていう。ああ、それは振っちゃダメです。強振でいいよ。強振で三振でもいいから強振にしよう。強振しよう。やっぱりシリアコさんの魅力はやっぱりホームランだから。ああ、ミート打ちで三振するっていう。一番ダメだ、それは。でも初回に5点取ったからね。お、送りバントするのか、フェルランド。いいバントだ。バントして次誰なんだい、フェルランド。お、1番のクルーズか、次は。1番のクルーズ。クルーズ、打ち方かっこいいな、やっぱり。2割5分6厘。
追い込まれましたよ。犠牲フライでいいよ、犠牲フライでも。だから強振でいいんじゃないかな、犠牲フライでいいから。投げました。危ない球。第5球投げた。打ったに当たりだ。あー、ショートライナーか。これでツーアウト。ランナーは。ここでキャンベルさん。キャンベルさんはミートでもいいよ。チャンスで3割7分打ってるよ。初球決まってストライク。まずは見送りました。キャンベルさんチャンス C か。さあ次の投球。オッケー。あー、落ちないか。ヒジサーか。当たりが良すぎたね。お、フェルランドさんです。さっき送りバント決めたフェルランドさんね。打とう。ここはお、ホームラン打つ気か。フェルランドさん今年4もホームラン打ってんだ。フルス楽天からホームラン打とう。背番号51番持ってるけど、フェルランドさん。フルスのね、楽天から。フェルランドさん見た目は外国人だよ。あれ、フェルランドって外国ハーフなんだっけ。外国だけど日本の高校行ってる人なんだっけ。なんだ、なんだっけ。ロシアのフェルランドだから、外人だけど日本の高校行って行ったから、日本人枠ってことなのかな。あー、三振か。まあしょうがない、しょうがない、勝ちました。やっぱり俺が見たら勝つね、チャンスで。ピッチャーも抑えてるよ。よし、じゃあ見てくれた皆さんありがとうございました。今日はここで終わります。さようなら。